ブロック・ラーソンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ミネソタ州、ブレーナード出身。ミネソタマーシャルアーツアカデミー所属。ブラジリアン柔術クロービ。高校2年の時よりレスリングを始め、2002年には、ブラジリアン柔術を始めた。また同年プロ総合格闘技初戦を経験している。 2005年にはデビューから12連勝という成績で UFC と契約を果たすも初戦のアルティメットファイトナイト2でジョン・フィッチに判定負けしミドル級からウェルター級へと転向した2007年には WEC に出場2連勝の後8月5日にはカーロス・コンディットと WEC 世界ウェルター級タイトルマッチで対戦し一本負けを 座獲得に失敗した2009年3月1日には WEC39 でのタイトルマッチでコンディットと再戦予定であったが自身の怪我でキャンセルとなりその後 WEC ウェルター級の UFC 以下に伴って UFC に移籍した4月1日には UFC ファイトナイトコンディット VS キャンプ前に出場 ジェシー・サンダースに一本勝ちを収めた。5月23日、UFC98 で、マイク・パイルに、片固めで一本勝ち。サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。11月21日、UFC106 で、ブライアン・フォスターと対戦。ミアールに、右フックでダウンをキすると、そのままタップし負けとなった。2010年9月11日、シャーク・ファイツで、 タレック・サフィジーヌと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2014年3月14日、1FC14 の世界ウェルター級王座決定戦で鈴木慎達と対戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。ありがとうございます。